アンゴラとロシアの関係では、アンゴラとロシア連邦の両国関係について述べる。両国は大使を交換し、双方の首都であるルワンダとモスクワに大使館を設置しているほか、アンゴラがサンクトペテルブルクに名誉総領事を置いている。アンゴラとロシア連邦の両国関係は、ロシア連邦の前身であるソビエト連邦の時代からのものであり、アンゴラ独立とアンゴラ内戦の際、 アンゴラ解放人民運動を支持したことが縁起である。1976年の段階でソ連はアンゴラに対して軍事援助1億800万ドルの供与と軍事顧問170人を派遣している。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領とアンゴラのジョゼ・ルアルド・ドス・サントス大統領モスクワに設置された。 在ロシア連邦アンゴラ大使館1998年にアンゴラのジョゼイル・アルド・ドス・サントス大統領はロシアを訪問した。2006年9月にアンゴラのドス・サントス大統領はロシアを訪問し、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領と会談した。2009年6月にドミートリー・メドベージェフ大統領はエジプト・ナイジェリア・ナミビア・アンゴラのアフリカ4カ国を歴訪し、 エネルギー分野での経済協力協定を締結した。2012年2月14日、アンゴラとロシアは、高等教育分野における協力協定と、経済、科学技術、貿易協力に関する政府間委員会において議定書に調印した。2012年2月、ダイヤモンド採掘合弁会社設立で合意した。 2013年4月2日から4日の日程で、アンゴラのジョルジスレベロシコティ外相はロシアを訪問し、ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相と会談した。2012年9月3日、ロシアのプーチン大統領は、アンゴラのドスサントス大統領に名誉勲章を授与することを決定した。2012年12月21日、アンゴラ発の人工衛星政策に関して、ロシアが協力することが決定した。 2013年6月20日から22日の日程で、アンゴラのジョルジスレベロシコティ外相はロシアで開催された国際経済フォーラムに出席した。2013年8月7日から8日の日程で、ルワンダでロシアアンゴラビジネスフォーラムが開催された。フォーラムには、ロシア側からカマーズ、ルスギドロのグループ企業、ギドロプロジェクトインスティテュート、ガスプロムネフチ、 テフノプロメクスポルト、統一エネルギーシステム、アルロッサ、ロシア鉄道インターナショナル、ロスオボロネクスポルトなどの各企業の代表が参加した。アンゴラ政府からは経済省、地質、工業省、産業省ら閣僚が出席した。またドミトリー・ロバーチ中アンゴラ大使による記念講演が行われた。2013年9月。 アンゴラのピエダーデ・ドス・サントス国会議長がロシアを訪問し、アンゴラ・ロシア両国の協力関係について話し合いを行った。ロシアのセルゲイ・ドンスコイ天然主言省は、アンゴラ側に二国間での条約履行のための基本法設立を要求した。2013年10月7日、ドミトリーロ・ロゴージン副首相がアンゴラを訪問し、漁業、保健、 文化の3分野でアンゴラとの協定と、経済、科学技術、商業分野での議定書に調印した。また同副首相は、アンゴラロシア連邦両国の安全保障協力も、確約した。2013年10月31日、アンゴラ政府は、衛星遠距離通信網整備のため、ロシア製衛星システムの設置に3億2700万ドルを投資することを決定した。アンゴラ、 プレジデント、エドアルド・ドス、サント・ストークス・スウィズ、ウラジミール・プーチン。allafrica.com。2013年12月22日閲覧。主要国の対アフリカ戦略振興国の対アフリカ政策13。エネルギーやインフラ分野の協力に関心。日本貿易振興機構海外調査部、中東アフリカ化。2013年12月22日閲覧。 アンゴラ、ガベット、ロシアサイン・エコノミック・コーペレーション・ウリメンズ。allafrica.com。2013年12月22日閲覧。アンゴラ情勢報告。在アンゴラ日本国大使館。2013年12月22日閲覧。ロブローブツーネゴシエートウィズ・アンゴランホーリンミニスター。ボイス・オブ・ロシア。2013年12月22日閲覧。 アンゴランプレジデントツーゲットロシア S オーダーオブオナー。ボイスオブロシア2013年12月22日閲覧。アンゴラ情勢報告。在アンゴラ日本国大使館。2013年12月22日閲覧。アンゴラ情勢報告。在アンゴラ日本国大使館。2013年12月22日閲覧。VTB 放ツロシアアンゴラビジネスフォーラム。 VTB2013 年12月22日閲覧。アンゴラ情勢報告。在アンゴラ日本国大使館。2013年12月22日閲覧。アンゴラ情勢報告。在アンゴラ日本国大使館。2013年12月22日閲覧。ロシアンデピューティー PM ビジッツアンゴラ。アフリカレビュー2013年12月22日閲覧。 ドミトリー・ロゴジン、S ・ビジット・ツ・アンゴラ、RINO ボスチ、2013年12月22日閲覧、アンゴラ情勢報告、在アンゴラ日本国大使館、2013年12月22日閲覧、ありがとうございます。